はい、ゆきです。今日はですね、カマキリちゃんに、こちらヨーグルトをね、あげてみようと思います。ネットで見る限りだとヨーグルトは食べるらしいというね、プリンとかも食べるらしいんですけど、ヨーグルトも食べるらしいという話を聞きました。まあ実際のところ考えてみると、ヨーグルトって牛乳からできてるじゃないですか。だから、まあ、脂肪分とかね、いい感じに入ってるんじゃないでしょうか。わかりませんけどね。ネットで書かれていたのが、いわゆるプレーンヨーグルト、甘くないヨーグルトがいいということを聞きましたんで、まあちょっとね、それでは与えてみましょうか。まあ、多分ちょっとこうぐちゃぐちゃにして、こう柔こくして、トロトロの状態にして与えれば食べるではないか。はいはい、ほらほら来なさい。それではね、与えてみましょう。はい、食べるか。ほら、お、食べてる食べてる。おいしいですか。まあ結構水分も含まれてるんで、まあカマキリって結構水飲むんですよね。うん、食いつきは微妙にそんなに良くないかな。そんなには良くないですけど、まあちゃんと飲んでますね。まあ、乳酸菌というかビフィズス菌がいい感じに腸のね、もしですけど、まあハリガネムシがいる可能性が、あ、そう、ハリガネムシ一応確認したんですよ。あの水の中にね、あの尻尾突っ込んだんですけどね、特に問題なかったんですけど、出てこなかったんで、多分ですけどハリガネムシいないんじゃないかなとは思うんですが、一応のためにね、もしかしたらハリガネムシに意外と効果がこのビフィズス菌の働きによって意外と効果があるんではないか。まあ、今度ね、またプリンとかね、どんぐらい食うかっていうのをね、ちょっと、今度与えてみますね。次回あたり、ちょっと、プリンちゃんをね。
自分から食うことはしないみたいですね。うん、口をこう口にくっつけさせると食べるんですけどね。もういいかな。もう満足かね。今日はね、かなり寒くなってね、一応、なんだろう、今年一番の寒さってなってますんでね、めちゃくちゃ寒いですね。うまかったか？もうちょっと食べる。はい。乗りなさい。なんか気のせいかやけに動きが緩慢になってる気がする。まあ変温動物ですからね。変温動物ですから、昆虫っていうのは。よし。それでは、またしても、皆さんお待ちかねの、餌タイムということで、ミルワームをね、今日も与えてみましょう。やっぱちょっとあれだな、動きが、なんか、かなり、まあ今部屋の温度18度ぐらいですけど、ちょっとやっぱり寒いのかな。やっぱ20度はないとなんか寒そうですね。うん、そんじゃミルワームちゃんを与えてみましょうか。ちなみにミールワームっていうのはミールワームとも言うらしいですね。まあ、ここにミールワームって書いてあるんですけどね。お、なんかミールワームが大量になんか上に出てきてるの。ちょ。なんかミールワームちゃんが上に来てるぞ。ほら。クーガお無視ですね。ほら
完璧に無視ですね。あ、無視ですね、これ。これ無視だ。そっち側に行きたいらしいですね、この子。届かんぞ。それだと届かんぞ。ミルワームよりね、ジャイアントミルワームっていう、個体が、個体っていうか、種類がいるらしいんですけど、ミルワームの中でね。そいつはかなりでかい。これの、ミルワームの3倍ぐらいの直径。直径というか直径じゃねえな。体長ですからね。そいつの方が、食い入れがありそうな気はするんですけど。カマキリにとってはね。ただ、ミルワームじゃなくても、コオロギとかの、フタホシコオロギとかもいるんで、餌用のね、コオロギ。いますから、まあ、それも考えてるんですけど、どうしようかなーって。まあ、とりあえずミルワームがあるんで、まあ、しばらくは多分大丈夫だとは思いますけどね。まあ、コオロギとかの方が、栄養素が高いらしいんですけど、ミルワームより。うん。ただ、コオロギの方が圧倒的に値段がするというのと、あと、買う、結局、飼育しなきゃいけないんですよね。すぐ死んじゃうんで、餌用にコオロギを買って、それを飼育しなければ、ミルワームだったらこれ冷蔵庫に入れとくだけで、保存できますけど、コオロギはちゃんと水とか餌を与えないと、ダメなんで、そこが、まあ、めんどくさいというか。気はしますけどね。うん。まあ、それは、うん。めんどくさいよな。確かにめんどくさいよな。なんで餌なのに買わなきゃいけないの？餌なのに飼うっていう、あれがね、めんどくさいですよね。確かに。まあ、ということでね、なんやかんやありました。ご視聴ありがとうございました。